バタム島の街の風景バタム島は、インドネシアのリアウ諸島州に属し、シンガポールの南側に位置する島である。シンガポールの南海岸から約2 0キロメートルのリアウ諸島内に位置しており、自由貿易地域に指定されている。バタム島の人口は110万人を超えており、その大部分が、マレー人と中国人であるが、少数の土着のラウト族も島中に住んでいる。 1971年、バタム工業開発庁がインドネシア大統領直属の機関として設立され、シンガポール政府との協調体制のもと開発が始まった。1970年代にバタム島は主要な港と工業地帯の森林による地政的に大きな変化を受けた。シンガポールから近く直接より安い労働力が提供できる場所を見つけたため、 いくつかのシンガポール企業がバタム島に工場を設立した。島の公用語はインドネシア語だが大きな中国人人口のため、長州語と北京関話のような中国語は特にビジネスで広く話される。工業地帯を除き、島にはいくつかのリゾートや観光地がある。島の中心都市は名古屋で第二次世界大戦中。 日本軍が島に進駐してきた際に付けられた名前であろうと言われている。一方で名古屋は1970年代に日本の大手建設会社が関わって作られた街でその建設会社のシンガポール支店長が名付けたという説もある。2006年よりバタム島、ビンタン島とカリムン島のインドネシアの島々はシンガポールと同様に インドネシアとシンガポールによって導入された新しい設図計画による利益を得ている。この規定により、これらの島の間では出荷の関税が全くかからない。この地域で経済助成ため、この計画が導入された。この33諸島軍の頭文字を取って BBK と一般に呼ばれる。二千七年六月十九日より、インドネシア政府は完全な自由貿易地域を バタム島に一部をビンタン島とカリムン島に与えた。これは投資家にとっての法的な障壁の提言に関するものとなる。計画によるとバタム島は造船、電子工業及び機械工業開発センターにビンタン島は織物、履物及び観工業開発センターに、そしてカリムン島は造船、金属、コンポーネント、農業、 そして海洋業開発センターへと変えられる。バタム島はカリムン島とグラン島の東にあり、ビンタン島の西、ルンパン島の北、そしてシンガポールの南に位置する。リアウ海峡はバタム島とビンタン島を切り離している。三つの主な貯水地がある。自治体バタム島からトントン島、ニハ島、セコト島、ランパン島、ガラン島を経由して、 ガランバル島まで7島を結ぶ6つの橋で接続されている。これらの橋は相関であり、訪問する価値がある。ルンパン島とガラン島は比較的未発達である。インドネシア政府は、ビンタン島と結ぶ全長3トルの橋の建設計画を発表しているが実現していない。バタム島には、シンガポール、ビンタン島、およびカリムン島からフェリーが就航している。 5つのフェリーターミナルがある。主なものはバトムセンターにあるものである。シンガポールからはハーバーフロント駅から1時間程度である。ありがとうございます。